鈴木里一郎鈴木里一郎から1970年は日本の政治家、実業家。明治25年、静岡県浜松市出身。明治大学を経て、合唱として、なおなし、東京、銀座の代表的な画廊の一つ、青木社画廊を経営する。昭和22年の第23回衆議院議員総選挙では、日本自由党から出馬し、当選を果たす。 同年、設立された東京電気自動車の富山府より、義父である鈴木に、資金要請の相談が入り、画廊の顧客でもあった、ブリジストン社長の石橋正二郎から出資を得ることとなった。石橋が400万円、鈴木その他が300万円を出資し、資本参加することとなり、昭和24年1月、鈴木が経営上の全責任を、大社長に就任し、 石橋は会長に就任。昭和24年2月、市ヶ谷に初の販売拠点を開設。社名を多摩電気自動車に解消し、再出発させた。その後、組織改編を経て、昭和29年にプリンス自動車販売となり、社長に留任するとともに、会長には段位能を迎える。同社は、先進的な試みを多く言ったことで知られ、 日産やトヨタなどの上位メーカーを模凌化する先進技術を投入し、業界に大きなインパクトを与え、スカイラインやグロリアといった自動車種に残る車種を発表。昭和30年代後半には、モータースポーツでも花々しい活躍を見せた。昭和45年、死去。ありがとうございます。